航空機と飛行機雲フライトシェイム、フリーグスカム、または飛び恥は2018年にスウェーデンで始まり、翌年北ヨーロッパ全体に広がった飛行機の利用に反対する社会運動である。フライグスカムはスウェーデン語で飛ぶことの恥を意味する。この運動は炭素排出量を減らして気候変動を阻止するために人々に飛行機の利用を思いとどまらせることを目指している。 2017年にスウェーデンの歌手であるスタッフアン・リンドバリがこの言葉を作ったと報じられている。バイアセロンのオリンピック金メダリストのビュルン・フェッリもこのコンセプトの最初の注目すべき擁護者の一人である。10代の環境活動家グレータ・トゥーン・ベイリを娘に持つオペラ歌手のマレーナ・エルンマンもまた飛行機の利用を止めると抗言した。グレータ・トゥーン・ベイリはこの運動の普及に貢献した。 この考えは他のスウェーデンの著名人が追随するにつれさらに拡大していった。この言葉が英語圏で主流になり始めたのは2019年のことである。タグスクリートはスウェーデン語で鉄道自慢を意味する言葉でフライトシェイム運動から生まれた。この考えは人々に飛行機ではなく鉄道で旅行することを奨励するものである。さらにソーシャルメディアを活用して 鉄道旅行中の写真を投稿して、タグスクリートのタグをつけることも奨励している。また、秘密裏に飛ぶことを意味するとスマイグフライガも、フライトシェイム運動に由来する言葉である。スウェーデンでは、より多くの人々が列車を利用しており、国内線が減少している。スウェーデンの主要鉄道会社である SJAB は、2018年に前年より150万枚。 多くチケットを販売したと報告している。スウェーデンの空港運営会社であるスウェダビアによると国内旅行は前年より9%減少した。スウェーデンの最も忙しい10の空港の乗客数は2019年の夏に前年と比較して5%減少した。スウェーデンと同じパターンがドイツでも見られた。ドイツ鉄道の鉄道サービスは2019年に過去 最高の旅行者数を報告した。ドイツの空港では国内線を利用する乗客が減少し、2019年11月から前年比12%減少した。スイスの銀行 UBS による6000人を対象とした調査では、米国、フランス、イギリス、ドイツの回答者の21%が過去1年間にフライトを減少させたと述べている。 航空業界もこの動きを脅威として認識していた。2019年、ソウルで毎年開催される国際航空運送協会でフリーグスカムとの戦いが議論された。EG ジェットなどの一部の航空会社はカーボンオフセットを購入するために数千万ポンドを費やすと述べている。生態学的に人間からの世界の二酸化炭素排出量の約2.5%は 商用便によるものである。さらに、飛行機は、窒素酸化物や、飛行機雲など、環境に影響を与える、他のガスを放出する。当時、航空業界は、排出量を減らすための対策を講じていたが、フライト数は拡大すると予測されていた。2020年、コビット1 9の大流行により、航空会社は旅行の最大95%をカットし、 世界的な空の旅を急落させ、フリーグスカム運動の影響は減少した。ありがとうございます。